オーキャン軍は、インドネシア生まれ、台湾国籍の白磁陶芸家。台湾国立呼吸博物院に、存命のうちに作品が所蔵された、唯一の芸術家である。バチカン四国のバチカン美術館、フランスのルーブル美術館、イギリスのビクトリアアルバート博物館、アメリカ議会図書館、台湾国立歴史博物館、北京呼吸博物院。 中国歴史博物館にも作品が収められている。台湾にて俳優、映画監督、美術指導などの活動を行う。その後とべし、ガラスアートの世界に身を転じる。北京呼吸博物院に作品7点が永久保存される。存命しているアーティストの作品としては史上初となる。モダンガラスアートのティト o ルリ工房を設立。イギリスロンドンにある ビクトリアアルベルトミューズミューファールズクラフツに作品4シーズンズが収められる。北京呼吸博物院に20世紀の中国のシンボルとしてミレニアムドラゴンコンプリートフュージョンを所蔵する。同作品は台湾国立呼吸博物院にも収められている。また中国にてクリスタルガラス美術館を設立。ローマ法を81歳の誕生日を記念した作品が バチカン美術館に永久所蔵されるマーテルアーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞。新たなる伝統美学の白字作品を発表する発泡新規を台湾に設立。米国ワシントン DC のアメリカ議会図書館に作品オースピショス・ドラゴンが収められる。また台湾国立歴史博物館の依頼でフェニックス・エス・ファンタジーを創作。このシリーズはすべて 台湾国立歴史博物館に永久保存される。アメリカより台湾人のアーティストとして初めてエルンストヤングアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーを受賞。台北市長ファウ・ラング・ピンが上海市長ハン・チャンにオーキャン軍の作品を贈呈する。フランスのルーブル美術館の第18回無形文化財展覧会に招待され白字作品を展示。 イタリアのミラノのトリエンナーレデザイン美術館にて台湾より初めてのアーティストとして作品を展示。世界で最も影響力のある歌人、歌人里しつく者の50人の一人に選ばれる。東京南青山にハインリック・ワン・発ッ新規日本発店舗をオープンする。ありがとうございます。